死んだけど、こっから。あ、うるさいやん。どこの写真撮んの？あ、ここ。あ、どうぞ。うん、もう邪魔。うるさいやん、ほんとに。ほんとにしなさい。うるさいな、いつもいつも。よいしょ。大丈夫？うん。やつに武功さんの登山口を取りたかっただけ。ほんとこいつなんかこんな狭かったっけってぐらい狭かったね、うん、久々に来るとびっくりするけどこんな狭かったね。知らない。ワンちゃんがいっぱいいるよ、狛犬ちゃまが、うん、アンディ君みたいな狛犬だね見た目。狭っ。言葉も路中してたもんね。いたね。言葉とかね。うん。誰もいなかったの。意外だった。1台ぐらいいるかと思ってた。夜、夜中にいそう。今まだ行ってもしょうがないからって。まあそれはあるかも。有名しこか。そう。行ってみるか。これが駐車場ね。新しいもんね、ガードレール。まあ、超綺麗。あー、どうなってるの？広っ。あ、もうこういう感じね。ここで、あー、なるほど。こう止めるんでしょ。あ、広っ。あ、これはありがたいね。でも、あんまこっち側止めたくないよね。まあ、大丈夫だと思うけど。心理的にね。うん。広っ。突き当たりまで行ってみるか。うん。ちょっとこれ線ないから。あ、線ある。ある、ほら、ロープしてある。あ、嘘、全然見えない。このロープはどういう糸のロープかよく分かんない。これはありがたいね。あ、ごめん、あるあるある、線あるわ。あ、左の線は見えるけど、どういう線なの？あ、ごめん、違うか。いや、だからまあ、ちょっと空気読んで止めてください。じゃあ、この線の、うん、からはみ出ないように左右で止めてくれってことじゃないの？わかんないね。あ、ちょっと待って、これに写真撮ろう。あ、撮る。すごいね。あ、いいね。緑石、行っちゃう。あ、どうぞ。これはだいぶありがたいです。こうなってたの、うん、しかもちょっとさ、終わったら少しだけ体でクールダウン可能なわけですね。足冷やす。あ、本当だ。入れるね、簡単に。うん、まあ入っても平気だよね。危なくないしね。多分ね。深くなさそうだし。うん。多分知らんけど。よいしょ。入っていいか知らないです。とりあえず来ないことを望む。拾おう。うん。何と。多分。え、拾おう。じゃ帰るよ。なるほど、こういうここか。よいしょ。うん、ありがとう。ちょっと写真で見ただけだったから実際どういうの位置か知りたかったんです。すげえ増えたね。あ、これ全然ありがてえやん。オッケー。なるほど、いいじゃん、ね、さてさて怖いな怖いな。混ぜ峠より怖いな。そんなことはねえだろ。混ぜの方が怖くない？これあれみてえだな、あの裏闇津ここだけ裏闇津。それ言われるとちょっとな、うん、それっぺえな。裏闇津ロギアで行こう。新緑が好きだけど、まあうまく避けられるよ。まあこういう避けゾーンあるしね。これこれ見えねえからさ。ああ、でもだいぶ広いから、うん、それでもすげえ埋まり出しちゃうのかね。どうだろうね、あれだいぶありがたいよ。まあ、トイレないのが難点だけど、まあ、でも上まで行きゃいいだけだから、まあね、どっちにしろ登山口あそこだから、うん、ただあそこを確認してあそこ止めるっていう手段はめんどくさいね。もうなんかかけるしかない。うん、もうここでいいやつ。軽く見て、あ、下全然空いてるけどとりあえず一旦上行ってみようみたいな。それじゃね、うん、でも俺もあっち止めちゃうな、めんどくさい、うん、私もめんどくさい、うん、Uターンするのめんどくさいし、うん、あの隙間が狭いから出るのだるいし、うん、すりそうじゃん。あの看板虹色に光ってる、それがびっくり。
ああいう、そういう駐車場か。本当に広いわ。ねえ、ありがたいね。なんか30台、40台ぐらいは止められるみたいに書いてあったけど、確かにって。まあ、止める人の止め方次第になるけど。よいしょ、経営ここまでくりゃいいかな。うん、ここまでくりゃ大丈夫だね。面白かった。ね、いいもん見てやる。ねえ、最高でした。知りたかったので、ありがとうございます。あ、いえいえ。お父さんはワクワクするやんな、ね、ていうかこの何だろう、さっきマナーモードじゃなくてアイコモードいいね。マナーモードスピード出ないし、ガソリン全然減ってない。結構セーブされるから明日もあそこで、ちょっと行く前にガソリン入れていくわ。さすがにちょっと殻はきついね。で、夜もやってないからさ、うん、ちょっとフルで入れて帰る。あー、で、ケイちゃんちくして進めてるの。ああ、そう。今赤青ってなってる。利用する人いなくなった。